f c ウファは、ロシアバシコルトスタン共和国、ウファを本拠地とする、サッカークラブである。2009年から2010年まで活動していた、税に基づいて2010年12月23日に、設立された。2010年半ばに、バシコルトスタン共和国の大統領であるルステム、ハミトフは、ウファにプレミアリーグレベルのクラブを設立する、必要性を語った。 クラブはサンブリーグに所属していた税をもとに基礎を形成した。クラブの名称はサルマートとされる予定であったが、ルステム・ハミトフは反対していた。最終的にクラブ名は f c ウァに決定され、クラブは二部昇格を目標に定められた。初代監督はアンドレーカンチェルスキスとなり、コーチコンサルタントにはアナトリー・ブイ・ショが就任する予定であったがブイショは断った。 2012から13シーズンの FC ウファの選手クラブ、最初の公式試合は、ロシアカップの税マイナス2003との試合である。試合は、PK 戦までも連れ込んだが3から4で敗れた。FC ウファはサン部リーグのウラルボルガのゾーンに組み込まれ、2011年4月24日にリーグ戦が開幕をした。第一節の FC チュメニとの試合では、 コンスタンチン・ヨノフが3得点を挙げる活躍をして、クラブ初勝利を記録した。2012年5月18日、監督のカンチェルスキスとクラブは双方同意の下で、契約を終了した。5月20日の FC ヒミク・ジェルジンスク戦は、アンドレイ・マライが暫定監督として、指揮を取った。同月21日、イーゴリ・コリバノフが監督に就任することが発表された。 2011-12シーズンのリーグ戦は2位に終わり、本来なら昇格することはできなかったが、2部に所属していた FC ディナモブリャンスクがライセンス剥奪されたために席が空き、2部へのライセンスを持つ唯一の3部クラブである FC ウファの昇格が決定された。2013から14シーズンは2部で4位になり、昇格プレイオフでも FC トムトムスクに勝利し、 ロシアプレミアリーグへの初昇格を決めた。2014年7月、浦和レッドダイヤモンズに所属していた赤星高文が加入した。2017から18シーズンは、元ロシア代表のセルゲイセマク監督に率いられた、チームは6位と躍進し、FK トスノの,の財政難による UEFA、ヨーロッパリーグ2018から19、出場権剥奪に伴い、繰り上げで、 予選2回戦からの出場となった。なしなし2018年12月1日現在、ぜ RU232010、ぜぇ、ぜぇ、ぜ税ぜ税ぜファイ。2012年8月9日時点のオリジナルより、アーカイブ。2013年2月18日閲覧。ありがとうございます。